おはようございます。本日は9月の2日金曜日、大会まで残り2日となりました。今日はウォーターローディング最終日となってます。このウォーターローディングとは、大会の数日前から水分を大量摂取することによって、逆に体の水分を排出する能力を高める働きがあります。そのためにもう明日は水分がだいたい 500ml ぐらいしか取らないので、皮膚の水分をいかにね薄くできるかっていうちょっと細かい作業にはなってきますが、コンテストに参加する人は結構みんなやってるやり方です。1日10リットル飲む山沢さんってすごいですよね。飲めない、絶対。もうね、おしっこが止まんないです。私はもうすごいな、あんなに飲めるんですね。いただきます。いただきますっていうか、最高。今日はお昼まで仕事をして、夕方の飛行機で福岡に行ってきます。今日はね、台風はまあ大丈夫なんですけども、ちょっと帰りが多分直撃してるので、まあ帰りは多分新幹線とかになるかもしれないんですけども、まあそれはその時にまた考えればいいかなと思います。はい、じゃあ今日もいい日にしていきます。バイバイ。今から福岡に旅立ちます。亀さん、今回よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもの兄貴です。1ヶ月前にビーフ佐々木クラシックに出て自分も出場する予定だったんですけど、風邪ひいちゃって結局一人で行く羽目になったんですよね。いや、今日はね、でしかも2人でね出れるからね、そう、楽しみですよね。最高よろしくお願いします。ね、はい、マネージャーです。マネージャー、よく来たね。え、今日何しに来たんですか。福岡に、今日福岡に何旅行、何しに来たの。応援しに来た。ただ福岡の旅行を楽しみたいだけでしょ。美味しい豚骨ラーメン食べたいだけじゃないの。違う。はい、ということで、まあ3人でね、3人で行ってきます。行ってきます。じゃあまた。City's an assault on peace of mind. It's always buzzing and never sleeps. Leaves me trying. お願いします。うなぎ準備してくれてたんや。ちょっと見して。いや、別にさ。いや、うまそうやな。食べたら1個ぐらい。ビタミンが多いんやけ。そんなよしとや、そんな。ビタミンがいっぱいなの。なんでそんな知ってる。2人と私だって7時半に帰ってくる。なんで買い物とかして帰ってくるとや、ほんとに。めちゃめちゃ母が怒ってますね。何を撮ったの。ほら見てん、またそれで写す。いいよ。やだ、すごいね。いや、ちょっと待って、勝手に写さんで。そんな風にでっかいなぁ。いや、じゃあちょっと待ってよ、それ綺麗に撮ればいいけどさ。はい、お疲れ様です。今日は私は実家に泊まらせていただきます。いよいよ明日、大会前日になります。大会前日は明日のまあ1時からカラーリングの予約をしているので、まあそれに行ってまたゆっくり過ごせたらいいかなと思います。まあこう久しぶりにね、実家に帰ってきて来たんですけど、まあやっぱ大会前に、まあ、来るもんじゃないなって思いましたね。まあ、大会がない時にね、まあ、来る方がいいですね、やっぱり。皆様もお疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。